半世紀生きたも働きたくないピロヤンです。おはようございます。2月16日朝8時過ぎたとこです。はい、それでは今日も一日よろしくお願いします。今日はちょっと朝から雨降っててですね、でちょっと早起きしたんで小腹空いたんですけど、家に何もなくて、雨でもうコンビニにも行く気が出なくてですね、まあ、とりあえずコーヒー飲んでます。今日は、ゴディバ48周年記念のイベントで、NMB とのコラボで、NMB のライブが本都町のカブレン場で、開催されたのでそれ行ってきました。はい、ちょっと2回切る。本都町のカブレン場って鴨川踊りとかその芸妓さんの言うその何踊りのイベントいうの それぐらいしかやらないので、まあ縁がないとこだなとか思ってたんですけど、まさかこういう形でねカブレン場入るとは思いませんでしたね。アイドルで初めてらしいですね。NMB が公演やったりとか、はい。それで今度はね3時半から、サインカード、なんかメッセージカードかメンバーからの。それの交換がね3時半からあるんで、今2時前ぐらいですかね、まだ1時間以上間があるんで、今ちょっと時間潰してます。で今ちょっと鴨川とか歩いたりしてます。はい、わあいにくの雨ですが、この後3時半までちょっと行きたいと思います。結構1時間ぐらいブラブラ烏丸の方行ったりして歩いてたんですけど、結構歩いてたら喉乾きました。今日16日の支出は 24,038 円です。はい、 LINEPay と PayPay にそれぞれ1万ずつチャージしました。あと今日朝10時に並んでこのゴディバのチョコレート買いました。これ3,888円、これ買うとNMB メンバーのメッセージカードが、もらえて、あと、メンバーがお見送りしてくれるという、特典がついたチョコレートです。これ買ってきました。朝1時間並んで買ってきました。で、あとまあ現金使ったのコンビニじゃねえわ、自販機でジュース買って150円で合計 24,038 円です。はい、預金残高684,3576円です。はい、
下手こいた。時間間違えたよ。これね、これ買って、んで、まあ、後でメンバーに会えるいうことで、レシートもなんか持ってったら会えるいうことだったんですが、時間間違えました。もう行ったら終わってました。もうへったこいた。何やってんだろう、何やってんだ俺、朝1時間並んで買ったのに。とりあえずまあメッセージカードはもらいました。係員のお兄ちゃんが持ってきてくれ、手渡しでくれました。はい、とりあえずこれ開けてみようかな。これ、これでいいな。せっかく握手会も中止じゃねえ、延期になってるからね、久々に会えると思ったんですけどね、メンバーに。何やってんだよ俺、のんきにジュース飲んでる場合じゃなかったわ。これ見せてええんかな。まあええか。え、あ、ありがとう、吉田あかり、あかりんからもらいました。おー、いいじゃん。はい、で今日はポント町のかぶれん城で、ゴディバさんの、イベントで NMB のライブ見てきました。はい、で、生写真もらってきました。これもちょっと 見せましょう。はい、こんな感じで。はい、ということでした。もう今日疲れた。時間間違えたのが悔やまれる。もう今日疲れたんで、もうこれで今日の動画終わります。晩ご飯どうせカレー食うんで、昨日作ったカレーね。はい、なんかコメントでなんとか菌がどうたらこったらとか言ってますか。もう食べますから、どうでもいいですわ。こんなのメンバー会えへんかったし。じゃあピロヤンでした。またね。